先制点の意味が大きくなってきています。この後半からはヴェルディ風上、そして三河風下、サイドの選手のポジション取りがいいということと、はい、まあ、そこに対しての配球をこう全員がこう意識しているということだと思いますけど、ね、ドーグラス・ビエイラ倒されてフリーキック。6番の安西和樹なら左足、38番梶川だと右足です、はい、シュートに来た、清水がキャッチ。13番のカルロス・マルティネスに変えて7番のアラン・ピネイロが投入されます。ボールを前線から追っていきます。裏へのボール、アラン・ピネイロ抜けた、ワンタッチ、ゴールに吸い込まれた、東京ヴェルディ先制。66分を過ぎたところ、交代して入ったアラン・ピネイロが先制点を取りました。東京ヴェルディ J1 昇格プレーオフへ、勝ち点3を取るために東京ヴェルディが先制です。抜けましたねピネイロ、パスを出してクロス上がってくる、渡辺のクロス、梶川、そして安西光輝のシュート、クロスバーの上。後半の25分、安西光輝大きなチャンスでしたが枠に飛びませんでした。ロティーナ監督、1年目のシーズンに J1 昇格プレーオフを引き寄せる大事な大事な一戦をものにしました。1対0、アラン・ピネイロの先制点を守り続けた東京ヴェルディが勝ち点3を挙げました。これで勝ち点を67に伸ばしています。3試合ぶりの勝利、 J1 昇格プレーオフ圏内で大きな1勝となりました。